はい、今日紹介するのはこちら、変身ベルトデラックスドライブドライバー&デラックスシフトブレースです。もうアマゾンでは5000円台で落ち着いたんですかね。はい、私も5000円台で買いましたけど、もうあのいろんな方がレビューはされてるんですけどね、まあ紹介をしたいと思います。表のパッケージがですね、こんな感じ。はい、横ドライブマックスレアですかね、これ。はい、裏面ですね。おいしょですね。まあ、ここ1ドライブに変身、2シフトアップ遊び、3必殺技、4タイヤ交換、5ベルト3遊びですね。書いてます。見えんか。じゃーん。ではもう開けましょうかね。映ってるかな。はい、ではでは中身がですね、よいしょ、こんなじゃがじゃーん。もうちょっと開けてますけど、説明書とガンバライジングカードが1枚。はい、開けますね。これがドライブドライバー本体で、ここがですねエンジンかけるとこですね。はい、こんな感じですね。お、やっとピントが合いましたね。後ろにここに電源があります。はい、お、でシフトブレース、シフトブレー、ここにですねあのガシャガシャやるんですね。でこれがボタンがあって、こう腕につける用の電源がここにありますね。電池は多分最初から入ってたと思いますね。 LR44。で、あの、これですね。ドライブドライバーは、変身ベルトでは初なんですかね。単3電池3本。今まで単4電池が主流だったんですけどね。はい。で、シフトカー。これが、シフトスピード。ドーン。をくるっとですね、回転させて、あの、ガチャンってはめますね。はい。で、シフト、マックスフレア、お炎のマーク、シールかな。クリアパーツですね。ここもくるって回転して、シフトブレースにはめますね。はい、ではベルトをですね、よし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 、はい、今回ベルトですね、こうシートベルトみたいにこのデザインが、はい、入ってますね。で、こちら側ですね。ガシャンと、はめます。で、ここ、そのとシートベルトみたいにこうして外すという形ですね。
こちら側もですね、わかりますかね。はい、ピント合わない。ここをですね、動かすことによって外れます。で、はめますと。で、はまりました。よいしょ。いい感じ。電源を入れましょうかね。ここ。あれ。あれ、電源ない。あ、上だった。電源ここでした。よいしょ。あれ？電源がここか。Start your engine。 はい、こんな感じでございます。シフトブレスのスイッチもですね、こっちにありますので、これも入れると、ここがちょっと赤外線のところですね。電源入れると多分光りましたね。ここ赤外線を、ここの部分にですね、赤外線受信するとこがありますので、はい。で、最初にベルトさん遊びをしますね。ベルトさん遊びは、ここのエンジンをかけた後にシフトブレスのここを押せば変わると。で、タイプが4種類ありますね。表情、怒り、悲しみ、痛み、喜びと。では、早速。普通。喜び。怒りか？違う。手が悲しみですね。さっきの痛みやった。で、ドライブドライバーですね、一定期間ほっとくと電源が落ちます。はい、こんな感じですね。で、このエンジンをかけた時ですね、ジリリーと音聞こえます。ずっと震えてるんですよね。本当にエンジンが、車にエンジンがかかってるって、アイドリング状態みたいな感じのですね、振動が鳴っています。ここがもう変身待機ですね。はい、消えます。そしたら、でーん、シフトスピードガチャってして、ここに変身するときは、ここに、こうですね、ガチャって入れて、ガチャってするわけですよね。シュー。はい、では変身をします。まずはここにガチャっと入れて、ここでガチャっと、はい、これで変身しました。では次のシフトアップという遊びですね。また今度エンジンをかけた後に、これをカシャカシャするわけですね。3回が最高ですね。3回カシャカシャってすればあれになります。いますよ。じゃあ必殺技ですね。必殺技は今度エンジンをかけた後に、このシフトブレスのここを押した後にガチャンとするわけですね。ではでは。ここ押しますよ。えい。
フルスロットルスピードはい、続いてタイヤ交換。エンジンをかけてこれを抜くんですね。抜きマスターで、ここでシフトマックスフレアを入れます。入れてガチャンとマスター、タイヤ交換マックスフレア。はい、でマックスフレアのシフトアップ、マックスフレアの必殺技、この状態でこのボタンを押すわけですね。必殺で、ここをガチャンと、で変身会場はですね、またエンジンをかけて赤外線の当たるところでこうシフトカーを抜けばいいということでですね。さあ、シフトカー抜いた後またこのボタンを押せばいいですね。いきますよ。あら、抜きますよ。はい、抜きました。でボタンを押して、ナイスドライブ。はい、ということで一通り遊びましたが、まあですね、シフトブレストの連動ということで赤外線通信っていうのはベルトでは初めてだと思いますし、結構ですね、今までのベルトに比べたらですね、LED も、単色赤しかないので、もっといろんな色があったらなって思ってたんですけど、実際こう買ってみるとですね、結構液晶というか画面綺麗ですね。すごい映像で見るより実際の方がすごい綺麗だと思うのでですね、はい、それを確認してみたらいいかなと。はい、では本日は、シフトブレストドライブドライバーを紹介しました。次回は多分ハンドル系の紹介になると思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。